さあ、みんなで迎えよう。あれ団長の数少なくね。あれほど時間厳守って言ったのに。闇はいつものことだけど、シャーロットは珍しいな。順位を発表しちゃうよ。1位は金色の夜明け。星の取得数はなんと125。金色の夜明けは今季も素晴らしい活躍を見せてくれた。去年の星の取得数96を大きく更新だ。中でも星の取得に最も貢献した団員に登壇してもらおう。風の精霊シルフを従えた期待の新人ユノ。続いて2位の発表だ。例年通りグレンの獅子王か。ってことは金翼の大足か。第2位は黒の防御。あ俺たち2位。何事。何星の数101。マジ何かの間違いだろう。まさか誰かを脅して。そんなことない。不正なんてするわけない。黒の暴牛は私たちのために白夜の魔眼と命がけで戦ってくれた。私たちも助けてもらったわ。乱暴な奴もいるけど目は優しいのよ。おーい誰か暴牛の関係者いないか。呼ばれてるぜ。彼が黒の暴牛で最も活躍したルーキーアースカだ。いやーどうもどうも、こんちゃーす。彼らは入団してたった半年で素晴らしい功績を挙げた。しかも同郷の幼馴染で2人とも若干16歳だ。2人だ。どこの貴族だろうか。おお、若いのにすごい2人だ。いや、あの2人は下民らしいぜ。しかもアースカってやつは魔力が全くないんだとか。魔力もないなんて。本当に実力で勝ち取ったのかしら。ベル、全力だ。そうかなくっちゃ。威力の魔法なんだ。それを防いだと。全然レベル違え。